それでは二人一組を作っておくれ。一人で森に入って抜け出せなくなったら危ないからね。二人一組か。誰と組もう。確かキサルートやった時に美月と組んだのかな。はい。声をかける前に声をかけられたな。それじゃあ順番にスタートしていくよ。かなり美月のお気に入りになってる感じがする。お気に入りというか、はあ、なんで僕がこんなことしなきゃならないんだ。美月が心を開けると認識した人間なのかな、キサは。早く終わらせてしまいましょう。木が揺れる音？どうでもいい、先行くぞ。はい。あれ、懐中電灯がチカチカ点滅してる。消えた。電池が切れたんじゃないの？僕のはついてるから問題ないでしょ。そうですね。あれ？何？森の奥に明かりが。明かりの方に行かない。行ってみるを選択したんだよな。教会がある方角じゃない。近づかない方がいいよね。ん？ああ、この音。音？いや、鳴き声。え、何のですか？お前も耳を澄ましてみろ。耳を…これ、日暮らしですか？日暮らし。ああ、海辺のホテルで夏合宿なんて、夏真っ盛りって感じだけど、暦の上じゃもう秋だからな。もうしばらくすると、スズムシの鳴き声が聞こえ出す。虫の音なんて聞くと風流だけど、ユニベールは山が近いせいでうるさいんだよな。日暮らしって夕方とかになんか泣いてるイメージあったけどな。そっか、ユニベール、まあ、ちょっと山の中腹ぐらいにあるんだっけ、あれって。なんか坂の上の方にあるんだよね。あれ、それあれだっけ、玉坂座だっけ。そっか、でもまあ山は近いから、夏はセミとか、秋は夜スズムシとか、まあ、なかなかにうるさそうだな。俺は実家の方が、周りが田んぼだったから、夜中カエルの声とかがすごかったんだけど。その虫の音が聞こえなくなった頃には、大館山の木の葉も落ちて、冬だ。ユニベールは山の中腹にあるから、平野に比べると雪が積もりやすい。冬は寒いけど、静かだから嫌いじゃない。うん、やっぱり山の中腹あたりにあるんだね。でも、またすぐに暖かくなって、梅が咲き始めたらユニベール公園だ。ユニベール公園。一年なんてあっという間だよ。肝試しやらされてる今の方が、長く感じる。あれ、森の奥の明かり消えてる。お、ああ、教会が見えてきたな。やっと着いたか。お疲れ様です。なんか、美月と肝試しやるのが一番安心できるんじゃないか。いろんな話してくれたし、ビビらないし、なんか逆にめんどくさがってるし。綺麗な教会だな。疲れも取れますね。まあ、多少はな。白田先輩、こういうところ鋭いな。どうしようかな。もちろん今回美月と海でのひとときを。白田先輩、日陰から出られないから、一人だと何かと不自由になりそう。白田先輩を置いていけないや。私はここでのんびりすることにします。僕はここにいたくない。ええ、もっと涼しい場所がいい。どっかないの？もっと涼しい場所ですか。あ、もしかしたらカイドウ先輩なら知ってるかも。ちょっと聞いてきます。なんでカイドウ先輩なんだ。白田先輩、
涼しくて過ごしやすい場所あるそうです。洞窟の中とかかな。ただちょっとだけ歩かなきゃいけないんですけど。いいよ。どこ？はい、向こうの海岸沿いに洞窟があるそうで。おおおお、俺超能力者じゃん。ここなら涼しいだろうって。もうめっちゃいいやん。え、なんか狭そう。涼しいけどそれ以上にすごい場所だな。みつき笑ってる。珍しい。なんかなかなかスチルでは笑ってるところないような気がするけど。海の色がビーチに比べるとずっと深いですね。光が差し込んでるところは海面が光ってる。それに静かです。お前は悪くないものを見つけてくるのが得意だな。悪くないもの？海なんて最悪と思ってたけどさ、悪くないよ。白田先輩、気に入ってくれたみたい。誰か入ってきた。まあ美月なら鈴みたいにまじまじと体を見てくるようなことはないと思うけどね。隣に超近距離に入ってきたり。どうしよう、見られたらまずい。暗いから肩まで浸かればごまかせるかも。体は手と足で隠して。なんだ、人がいるのか。し、白田先輩。その声、立花か。はあ、誰もいないと思ったのに。美月はまあ着替えとか見るのも見られるのも嫌って言ってたけど、それは着替えだからなのかな。すみません、すぐに上がります。別にいい。でも近づいてくるのよ。お、あ、はい。距離を空けて背中向けとこう。なるほどね、2つあるのね。白田先輩、深呼吸してる？リラックス、ボイストレーニング。リラックスかな。リラックスしてるのかな。温泉に入るとリラックスできていいですね。まあな、ここの温泉は清潔感があって綺麗だからゆっくりできる。しかしお前も温泉に入ったりするんだな。いつもは部屋風呂で済ませてたんですけど、今日は最後なので。一緒だ。え？僕も同じ。最後だから入りに来たの。こういうところはお前と似ているな。意外となんかこういうあれなのかな、イベントごとっていうのは記念だからやっておこう、せっかくだから最後にやっておくかみたいなあれなのかな。派閥というかそういう派なのかな。一応イベントごとを大事にするというか、記念ごとを大事にするというか。じゃあ僕上がるから。早い。もうですか？湯疲れしやすいんだよ。お前はゆっくり入っとけば。邪魔したな。お疲れ様です。どうなることかと思ったけど、白田先輩だったおかげで楽しかったな。お、それは良かった。鈴の時はもうハラハラだったからな。はあ、どうすんだよ。お、2年生トリオ。ちょっと待て、今先生たちに連絡してるから。2年の先輩たちだ。どうしたんだろう。ザ2年って感じだな。もう2年なんだよな、この3人。なんて言ったらいいんだろうな。2年の風貌じゃん。3年の風貌ってあるじゃん。やっぱあのカイドウ、おしなり先輩で、クォーツの3人。もう見るからに3年生じゃん。で、このスガチミノリカは、白田はもう2年生の雰囲気出てる。もう俺が多分これジャックジャンの何週も何週もやってるせいだと思うんだけど。お、立花。まあでもなんか若干スガチに関しては3年間あるかな。なんて言うんだろうな、オーラっていうの。
まあなんか実川先輩は入ってきた1年生に手を焼いてる先輩、成り立て先輩みたいな感じがまあ若干するんだけど、スガチに関してはなんかちょっとオーラ出てるよね。オニキスだからかな。お疲れ様です。何かあったんですか？ああ、今日訪問公演なんだよ。訪問公演？歌劇をより身近に感じてもらうために、ユニベール生が玉坂市内の公共施設を訪問して舞台を披露すんねん。あー、公共施設ね。そんな取り組みがあるんですね。初めて聞きました。2年の仕事やからな。あ、そうなんだ。1年は自分たちのことで精一杯やし、3年は下級生の面倒を見なあかんやろ。せやからある程度自由が利く2年が代表して訪問しとんねん。アンバーは不参加やけどな。その訪問公演に出る予定だった生徒が喉痛めて舞台立てなくなったんだよ。うるさい。先生たちに連絡ついたの？今動いてもらってる。代役立てることになると思うけど。適任者いる？出番自体は少ないけど、ジャックもジャンヌもできなきゃいけない役だよ。お、それは未来のジャック・ジャンヌ立花キサがいるじゃないか、目の前に。正直代役に入れる77期はいないと思う。これだから77期は。あ、俺かスガチならできる。でも君たちには役があるでしょ。主役が脇にスライドしてどうするんだよ。そうだけど、でもジャックもジャンヌもできるやつって。あ、何？うるさい。立花！立花ならできるんじゃねえの、代役。みのりかわ先輩焦ってるね。私ですか？ちょっと、うちの後輩巻き込まないでよ。でもこのままじゃ舞台に穴が開いちまう。なあ立花、頼む、手を貸してくれ。どうしよう。やります。わかりました、やります。マジで？自分で言っといてなんだけど。木も座っとんな。カイドウさんがオニキスに欲しがっただけはあるわ。おい、いいのか立花。はい、本当にありがとな、オンニキル。じゃあ歌とセリフは移動時間を使って俺が教える。スガチ、お前は劇場に着いたら振り付けを教えてやってくれ。ああ、わかった。頑張らないと。この短時間でできるのか。みんなに優しいんだな。ほう。お、結構しっかりしたあれじゃん、舞台じゃん。俺公共施設っていうからなんかもっとこう幼稚園ではないけどさ。はあ、よかった、無事に終わった。学校とかそういうとこかと思ったけど、公共施設っていうのかな、学校って。大学とかか。お客さん喜んどったな。立花のおかげだよ、本当はありがとな。お役に立ててよかったです。 あれ白田先輩は？なあ、着替えだろ。着替えを見せたがらないジャンヌは多いからな。うちも大変だよ。ロードナイトはジャンヌが多いですもんね。その点クォーツはバランスよく揃ってるよな。どうだ、クォーツは楽しいか？楽しい。楽しいです。そっか、羨ましいよ。先輩にジャックエースもアルジャンヌも組長もトレゾールも揃ってるんだもんな。クォーツにトレゾールがいるのってかなり珍しいんだ。歌が上手いやつはだいたいロードナイトに来るから、トレゾール級となるとなおさらな。あー、じゃあまあトレゾールがいることに関しては珍しいけど、やっぱりいろんなその役職を持ってる先輩が揃うクォーツとかアンバーっていうのは結構いいクラスなんだな。まあ特化してるオニキスやロードナイトもね、そこは好きな人ならいいんだけど、なんだろうな、普通科みたいな感じなのかな。まあ言えばよ、クォーツとかアンバーっていうのは普通科みたいな感じか。
クォーツの先輩たちは面倒見良さそうだけど、シロタはどうなの？いや、めちゃめちゃ面倒見いいよ。あいつ、ちゃんと稽古つけてくれてんの？はい。はい。そうなんだ。意外。シロタって、良くも悪くも自分の歌優先だからさ。人の面倒なんか見ないと思ってた。まあね。まあ、まだ2年になって半年だからね。もしかしたら、お前のこと気に入ってるのかもしれないな。へえ、クォーツってそうなんだな。じゃあそういう時、お前はどうしてんの？私は…お前みたいに熱心な後輩がいたら楽しいだろうな。周りの奴らがお前と組みたがるのもわかるよ。もしお前がロードナイト生だったら、俺も組んでみたかった。シロタ先輩だ。着替え終わっ…そいつに触れるな！シロタ？そいつに触れるな！いや、触ってねえけど。どうした、シロタ？声荒げて。シロタ先輩。女の子だと、気づいてるのか？もうすでに。帰る。すみません、私も失礼します。おう。なんだ？シロタのあんな顔、初めて見たわ。シロタ先輩！あの、どうしたんですか？何か気に障ることでも？お前、さ、ミノリカワには自分のこと話すんだな。ああ、そっか。なんか家庭の事情とか無理してないかって聞かれた。まあ言えないもんな。実は女の子を隠して入学してますみたいな。え？しかも楽しそうにさ。僕が聞いた時は気まずそうにしてたのに。あれは白田先輩に聞かれたのは。私が隠さなきゃいけない部分だったから。でもどう説明したら。まただんまりか。どうしてお前は。お前はくそ、何やってるんだ。ごめん、頭冷やす。置いて帰ってくれ。おかしいのは僕の方だ。白田先輩。ここにいたいです。ここにいたいです。ずるいよ、お前は。そうやって誰にでも優しくするんだろう。誰にでも優しいやつは誰よりも優しくない。わかる。だったら突き放してくれた方が。違う。お前に突き放されるくらいなら、優しいお前を見てる方が。橘。え？ミノリカワの視線がお前に触れるのが嫌だったんだ。お前たちが仲良さそうに話しているのが耐えられなかったんだ。だって僕は我慢してるから、お前がいると落ち着くんだ。お前が僕を見てるとホッとする。人の視線が苦手だったのに、お前の視線は嫌じゃない。でもお前のことを知ろうとすると、お前の目が不安で曇るから、ずっと我慢しているんだ。何言ってんだろうな。ごめん。今日お前が僕たちの舞台を手伝ってくれて助かった。お前がみんなにちゃんと評価されてるのも嬉しかったんだ。それは本当だから。白田先輩。すぐいつも通りに戻る。だからそれまで
ここにいてくれ。白田先輩、苦しそうだ。私のせいで。まあでも、そばにいてくれって思えるような存在なんだろうな、キサが。美月なら一人でいたいって言うだろうけど、普通。あれ？白田先輩がいるような気がしたんだけど、そんなに都合よくいないか。気づいたら白田先輩のことを探してるな。正直に話せないことが多すぎる私は、人に深入りしすぎちゃいけないんだろうけど。あれ？雷？あ、雨だ！すごい勢い！どこか屋根があるところに。あっ！夕立か。いった！溝に足が引っかかった。ああ、雨の勢いすごくなってきた。寮に戻ろう。ああ、びしょ濡れだ。早く着替えなきゃ。あれ？部屋の鍵がない。どこに行ったんだろう。あ、まさか転んだ時に落とした。どうしよう、探しに行かないと。立花。あ、白田先輩。なんだお前、どうしたんだその格好。テラスにいたら急に振られて。ああ、僕もさっきまでテラスにいたんだよ。一雨来そうだったから寮に戻ってたんだ。なんかさ、夕立の前とかってさ、こう一気に雨の匂いっていうのが濃くなるよね。それにしてもひどい格好。早くシャワー浴びろよ、風邪ひくぞ。それが鍵をなくしてしまって。なんか寮の管理人さんというかさ。え、鍵をどこに。マスターキーみたいなの持ってる人いるんじゃないかな、その管理人室みたいな。テラスじゃないかと慌てて転んでしまったんです。それでそんなに汚れてるのか。場所はわかるので探してきます。この雨の中絶対そこにあるとも限らないだろ。そうですけど。僕の部屋に来れば。え？シャワーと着替え貸してやるよ。あ、白田先輩の部屋でシャワー、大丈夫かな。うん、断ったら不審がられるかも。断ったら不審がられるかも。貸してもらった着替えを持ってシャワールームに入れば大丈夫かな。なんでそんなに悩んでるの。え？迷惑なわけ。そんなことは。迷ってても不審がられる。それじゃあよろしくお願いします。失礼します。バスタオルはこれで、着替えは。いいのがないな。探しておくから先にシャワー浴びてろよ。え？見つけたら持っていく。白田先輩が脱衣所まで来るってこと。どうしよう、ガラス越しに体のシルエットが見えるかも。あの着替えが見つかるまで待ってます。怪しまれそうだな。なんでそんな格好で。何言ってんだよ、早く入れ。でも、お前変だぞ。何をそんなに怯えてるんだ。それはお前、僕を疑ってるのか。何を考えているのかは、わからないけどさ。お前が僕を警戒しているのはわかる。そんなことは。あるだろ。今日に限ったことじゃないんだ。やっぱこういうことがあるから隠すのって難しいよな。なんか学校生活の中だけばっかりこう、あれバレるかもこれバレるかもって、ねえ、思いついちゃうけど、やっぱこういうなんかとっさの事態というか、こういうね、プライベートの時とか、
ックが深入りしようとすると、お前はすぐに距離を取る。自分を守ろうとする。ちょっとした出来事の中でのこのいざこざというか、そういう警戒心というかね、あ、やべえみたいな瞬間がいっぱいあるんだろうな。触れちゃいけないことなんだろうと思って目をそらしてきた。でも何かあるたびにそんな態度を取られたら無視できないだろ。僕が怖いのか、僕がお前のことを傷つけると思ってるのか、僕がお前の大事なものを壊すって思っているのか。城田先輩、私はお前にとって僕はそんなに信頼できない人間なのかよ。城田先輩、あんなに体を見られることを嫌がっていたのに。橘、お前僕の前で脱げるか。僕の前で全部見せられるのかよ。城田先輩。これは警戒心的な、お前警戒してるのか的な質問なのか、それとも、まあ、うすうす女性と感づいてここで脱げなかったらやっぱそういうことなんだろうな的な、そのかまかけって言ったら言い方は悪いけど、まあでもやっぱ信頼されてるかどうかの確認かな。ここは私はわかりました。服を脱ぎます。まあ美月にとってこの服を脱ぐっていう行為は、まあ今まで散々言われてきたけど、その着替えを見られたくないからさ、やっぱその着替えを見られたくなくて誰にも着替えを見せてこなかった美月が貴様の前で脱ぐっていうことは、やっぱそれはなんて言うんだろう、信頼の表れというか。それが城田先輩の望みならどうなっても。やめろ。もういい、やめてくれ。僕がどうかしてた。まあ美月もこういうなんか試すみたいなことは本意ではないんだろうけどね。頼って欲しかったんだ。お前はいつも僕のことを助けてくれるから、僕もお前を助けたかった。力になりたかった。でもお前はいつまで経っても僕を頼ってくれないから、それが悔しくて。でも感情に任せてこんなひどいことをする人間、頼られるはずがない。僕は最低だ。城田先輩、もう二度とこんなことはしない。絶対に絶対に。僕のこと嫌いになったかもしれないけど、もしいつかいつかお前に本当の意味で信頼される人間になれたら、いろんな話がしたい。これ、着替え。僕はホールに行ってるから。あ、城田先輩。体冷えたろ。ゆっくり温まってこい。ごめんな。城田先輩。すみません。すみません。いやー、もどかしいなー。すべて打ち明けることができたらこんなすれ違いもう起きないんだろうけど、まあいつか全部話せる時が来るといいな、最後の最後で。